学院大学吹奏楽団です。今回司会を務めさせていただくのはチューバパート亮太とトロンボーパート鈴木洋次郎です。よろしくお願いします。ただいま演奏させていただいた曲はルパン三世のテーマブラスバンドコレクションバージョンになります。あれ洋次郎くんさ、
はい、あれソロ吹いてなかったですか。いや、今回は後輩さんが吹きたいっていうことでね、私が譲ってあげたんで。え、もしかして大学生なんで吹けない。吹けます。吹け、全部吹けます。吹けます。まあ私はね、顔も良くて身長が良くてお金持ちでね、運動もできて、まあ、天才ですからね。すいませんでは、急いで次の曲の紹介に入りたいと思います。はい、次演奏させていただく曲はミックスナッツになります。はい、こちらスパイファミリーというアニメの、主題歌ですね。スパイと、暗殺者、そして、超能力者の家族が集まってね、そういうアニメなんですけども、まあアーニャが可愛いですよね。皆さんアーニャも可愛いですよね。アーニャ、うん、アーニャピーナッツが好き。でも人間は嫌い。何でピニッツが好きだ。気持ち悪い。ごめんね、今から一緒に吹くもんね。いいよ、ごめん。それではすみません、お見苦しいとこをお見せしました。今から演奏に入りたいと思います。はい、それではどうぞ。担当させていただくのはトロンパートあやねとトロンボンパートしゅんです。よろしくお願いします。最後にお送りする曲はシュガーソングとビターステップです。この曲はユニオンスクエアガーデンのシングル曲で、アニメ結界戦線のエンディングテーマとして書き下ろされた曲です。冒頭のかっこいいサックスソリから始まり、トランペットやトロンボーン、ユーフォニウムなどが華やかなメロディーを奏でているので、ぜひ注目してお聴きください。次にここで告知をさせていただきます。私たち浜松学院高等学校は11月12日土曜日にパルパルで演奏会を開催します。みんなで盛り上がれる楽しい曲をたくさん演奏するので、ぜひ聴きに来てください。では最後の曲、シュガーソングとビターステップです。みんなで盛り上がりましょう。どうぞ。Thank you.
ありがとうございます。ありがとうございます。浜松学院中学校高等学校吹奏楽部、兼ですね、浜松学院大学、吹奏楽部の顧問をしております、中手川と、先ほど再登場ですね、はい、学院大の部長をやっております亮太ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、まさかね、アンコールもらえるとは思いませんでしたね。そうですね、アンコールもらえると思いませんでした。ちょっとね、嬉しいですね。どうしましょう、何かできる曲あります？どうしましょう、全然、どうしよう、どうしよう、あ、盛り上がるよかった。パラダイスハズノーボーダー、うん、あー、いいですね、東京スカパラダイスオーケストラの。そうちょっとできるかどうか聞いてみましょうか。皆さん、スカパラのパラダイスハズノーボーダーできますか？いけます？いける OK、 よし、ちょっと一発の不安を感じますけど、多分できるかな。じゃあ、亮太さんもちょっと準備の方入ってください。今回ですね、浜松学院吹奏楽団ということでですね、浜松学院中学校高等学校吹奏楽部と、あとですね、浜松学院大学短期大学部の吹奏楽の有志の子たち、あとですね、浜松学院大学吹奏楽部と3校合同でですね、行っています。ぜひね、最後まで楽しんでお聴きいただければと思います。本日は、お越しいただき誠にありがとうございました。この後もね、楽しんでいっていただければと思います。ありがとうございました。